ここが元評議員のミケル。誰じゃ。フェアリーテールです。タルタロスがあなたを狙っています。しばらく身の回りを警護。守ってやる。つうか守らせろ。気持ちは嬉しいが、はっきり言って迷惑じゃよ。だいたいどうやってうちの住所を。狙われる理由について心当たりはありますか？ありすぎてまとまらんよ。わしらに恨みを持つ連中は。恨みなんかじゃないわ。絶対に何か別の理由で評議員を狙ってる。思い当たる節はないの。いや、待てよ。全員伏せろ。あら？全員ぶっ飛ぶ思たんやけどな。現評議員みたいに。タルタロスか。誰やバレ。フェアリーテールの夏だ。始めるか、メイフ狩りを。ことがあるわ。お前、俺に何回触る。グレン・カリュー君。お前も学習能力のないやつやな。また俺に触りよったか。コツはつかんだ。
交通？ふん。顔。な、くりゃいいんだ。ないわ。ないない。ありえへんて。タルタロスが使う銃砲を魔法の魔導士ごときに爆破と悪魔に上等くれとんじゃねえぞ。悪魔、お前らみんな悪魔なのか。滅べ人間ども。それがお前らの戦う理由か。俺たちは違うぞ。傷つけられた仲間のために戦う。敵は人間でも悪魔でも神でも何でもいい。力を貸してくれ。ラッサス、ライエンジーノ、だったわね。夏でも相打ちで精一杯。いや、勝っただそうです。倒したんだね。なんとか情報を引き出さないと。く
いや、ほんま参ったわ。ここまでされたんは悔しいわ。すまん、教官。せめてこいつらを道連れに。自身や死んでも止まること、どうすればこのまま、そうはさせないぞ。ハッピー、ハッピー、早く逃げて。オイラたちはお前らなんかに負けないぞ。しかしよして差し上げました。タルタロスか。人間の書く物語など退屈ですわね。私が物語を紡ぎましょう。来るぞリサーナ。エルフ兄ちゃん、違うんだ、体が勝手に。何をした？やめろ、今すぐやめるんだ。悪魔の物語に慈悲という。くそ、よせ。俺の体を頼む。頼む？人間が悪魔に物を頼むとき、それは悪魔に魂を売るときです。あなたは私に魂。ミケロさん、話してください。世界中でこうして街が襲われてるんです。シロキーさん、フェイス。フェイス？フェイスは評議員が保有する兵器の一つ。兵器だ。評議員がなんでそんなもんを。魔導パルス爆弾、大陸中すべての魔力を消滅させる兵器。大陸中の魔力を消滅？それじゃ全魔導士が魔力欠乏症に。それだけじゃない。タルタロスの使う力は魔法じゃなくて呪法だとか言ってた。全魔導士が魔法を使えず苦しむ中で、タルタロスだけが自らの力を使える世界。それはどこにあるんだ。奴らより先に俺たちがぶっ壊してやる。知らんのじゃ。本当に封印方法は三人の元評議員の生体リンク魔法だと聞いたことはあるが、その三人が誰なのかは元議長しか知らない情報じゃ。生体リンク魔法、三人の命が封印を解く鍵ってことは、タルタロスの目的は。情報を聞き出さなくても元評議員を全員始末すれば、フェイスが起動できてしまう。
きます。いいパルファ香りですね。クロフォードさん、早速ですが、私たちはタルタロスを止めるため、まずフェイスを破壊しようと思います。その保管場所をお教えいただけないでしょうか。元議長でも知らない情報を奴らはどうやって手に入れたのでしょう。ならば生体リンクでフェイスを守る3人の元評議員を教えていただけませんか。私たちが全力でお守りいたします。そんな、本人も知らない。ではタルタロスは本当に元評議員を皆殺しに。どうやらお出ましみたいね。家を包囲されている。足音、さて行くわよ。片付いたか。さすがエルザね。それにしても妙だ。エルザもそう思った。元議長という最重要人物を狙ってきたにしては手応えがなさすぎる。エルザ、どうしたミラ。私、ミラ、さすがです元議長。一度ギルドにご帰還ください。どうしたの夏。急げハッピー。あい、どうしたの夏。くそ、なんで気がつかなかったんだ。誰も現評議員でさえ知らないはずの元評議員の住所、それにフェイスのこともタルタロスはなんで知ってんだ。誰かが評議員の情報をタルタロスに流してんだ。誰かって。わからねえけど、評議員全員の情報を持ってる偉いやつ。エルザ、いないね。いや、二人の匂いがする。ここハーブの、この匂い、もしかしてエルザとミラは眠らさ。くっそー。元、だからフェイスのことも元評議員の住所もタルタロスに知られた。必ず見つけ出す。ドラゴン、目が覚めたかな。
ようこそタルタロス。タルタロスだと？ミラは？元議長は？元議長は我々の同志だ。計画成功後にそなたらは元議長の罠にかかり、我々に捕獲された。バカな、元議長が裏切るはずな。無駄な抵抗はよせ。そのミラは殺してはいない。コナタの下僕にするためにこれから肉体を改造する。やめろ。そうわめくな。そなたには聞きたいことがある。ジェラールの居場所だ。そなたらが親密な関係なのは知っている。なぜジェラールを？どこにいるか。コナタの魔は人の感覚を変化させる。そなたの痛覚は今極限まで敏感になっている。知らない。フェイスの封印を解くため我々は元ヒッだが、ようやく封印してる3人の元ヒッ、うち2人はすでに死んでいた。まさか。ジェラールが死ねばフェイスの封印が。そんな。おっと、少し口が滑ったな。知らん。本当にジェラールの居場所を言えばミラジェーンを返そう。言わねばそなたもミラジェーンを死ぬ。本当に知らないんだ。そうか。もうすぐ3人の封印者が判明したのですか？そうだ、元議長のスーパーアーカイブはすごい。ではこれ以上無駄な殺生はせずに済むのですね。3人のうち2人の封印者は、残る1人はジェラール。フェイス、魔導パルス爆弾、とても恐ろしい終末の兵器。しかし我々に。ええ、分かってます。ジェラールさんを見つけ。エルザ次第だな。強化様は口を。そなたのマクロを使う手もあるが、それでは面白くない。それよりもフェアリーテールにこれ以上。そこはお任せを。妖精の最後です。来いセイラ、久しぶりに可愛がった。強化様。ここで間違いねえ。元議長の匂いがする。エルザとミラを探さな。やってやる。
よっしゃ、行っちゃ行くか。
侵入者か。お前タルタロスの人のギルドで好き勝手やってもらっては困る。あたりの温度が下がった。寒い。お前だな、太陽の村の氷を溶かしてもらう。お前があの村を凍らせたのか。いや感謝してるぜ。あのままじゃ罰が悪かったしな。どうやら俺の勘違いであの村を凍らせちまったらしいな。お前なんだか知ってる奴の匂いに似てるぞ。大臣、汚らわしい名前を出すな。猫はどこ行った。まあいいか。夏、起きて夏。ああ、リサーナ、ここ、お前も捕まっちまったのか。うん、全然覚えてないんだけど。ここにはエルザとミラもいるはずだ。なんとかして助け出さねえと。エルザとミラネーモ？どうしよう。私たちがこんなに次々やられてくなんて。今回の相手。違わねえ。必ず勝つから、まずはここを脱出するんだ。ナッツ、無駄だ。お前立場上逃がしちゃやれねえが、差し入れだ。水？冷たい。おい待てよ、お前何者なんだ。ナッツ、あいつグレイと同じ匂いがするんだ。ナッツ、まさか。チックショー。あの火の玉と青猫だけは許さへんで、必ずぶち殺したる。誰よ。これが魔法、力がみなぎった。新たな仲間っちゅうわけか。今は自分を責めるな。アジトの情報を教えてくれ。あいつらのアジトは移動してるんだ。変な四角い島みたいな。ハッピー、大体の場所と向かってる方。オイラ向こうから来て、あっちに動いてて。任せて、私が敵の進行経路を計算する。必ず場所を突き止めてやるから。おお、ベビーに任せて、他の者は出撃準備じゃ。オイラ、ナイツを置いてきちゃった。違うよ、みんなを助けるために最善を尽くしたでしょ。
はい。エルフマン、無事だったのか。リサーラが捕まった。俺がついて。お前のせいじゃねえ。情けないね。妹取られて敵も追わず帰ってくるのかい。カナさん、見失っちまって。見失う？リサーナを連れた敵にビーストになれるあんたが追いつけなかったっての。いい加減にしろ、カナ。だってさ。すまね。少し休ませてくれ。らしくないよ、エルフマン。どうしちまったんだ。リサーナを返してもらうため、俺はこのギルドを破壊する。エルフマン、あんたやっぱり様子がおかしいよ。なんだね、そのラクリマ。来るな。ちょ、エルフマン。邪魔をするな、邪魔をするな。じゃ、爆弾。ほら、操られているのか。このままじゃ。エルフマン、目を覚ませ。フェアリーテール。きしょう。カードか。破壊、破壊。爆弾もカード化できてよかった。敵の場所が特定できた。見つけた。ハッピーが脱出したときはボスコ国境付近にいた。速度と方向から推測して今はこの町の上空。向こうから来やがったか。ナツたちを助けに行こう。はい。行きましょう。
はと。ただいま。つけていきましょう。ここがタルタロスか。行くぞ。フェアリーテイル。さあ、行くわよ。精霊を強くするレグレスインパクト。アイスメイクハンマー。楽勝だぜ。やっと。張り切っていきましょう。さて。やれやれ、お出ましか。アイスメイク、アイスブリンガー。
私たちの勝ちだぴょん。なんて。お宝ゲット。やった。マジか。アイスメイクフロア。降りかかる火の粉を払うのに。ルーシーキー、アイスメイクハンマー。さて、アイスメイクハンマー。抜かぬ太刀の形、当然の帰結だ。よし、あの男しくじった。京華様の前で恥をかく。元議長様、ジェラールが見つかったのですかな。議長様に。厳重に隠蔽されてた鍵が本当かな。ではこれで封印が解けるということか。あらら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 、キューブも反応している。フェイスの座標は出現予想地点とはかなりずれてますな。構わん、起動させろ。ここからでは無理ですな。遠隔操作は不可能。正確には元議長様なら遠隔。こなたとしたことが早まったか。仕方ありません。揺れてる。何が起きて。夏、見て。剣だ。それで鎖を切れるかも。
フェアリーテールに侵入を許すとは。エルザ、待ってたぞ。捕まえたわよ。そなたらどうやってろう。ずいぶんと可愛がってもらったからな。たっぷりと礼はさせてもらうぞ。ミラとエルフマンはどこだ。エルフマンというものは知らない。ミラというものなら二層上のラボにいる。もう手遅れかもしれんが。私行かなきゃ。夏、お前も行け。ここは私に任せろ。わかった。やってやる。よし。
いしょっと。
っちゃいくか。グレンカリュークGrenkaryuken!
暴れたんねえぞ。なんて勝つだ。分かった。ミラネーたち助けて戻る。よっしゃ、行っちゃ行くか。カリューの寄せだけ。カリューの絶対。楽勝楽勝。やはりここまで来てしまったんだね。分かっていたけど、ここはゼレフ諸家タルタロス、僕の本が住む都。ゼレフ、このギルドは僕が作った悪魔たちによって結成された。タルタロス、別名ゼレフ諸家。ギルド自体は僕が作ったわけではないよ。マスター END が作ったらしいね。END、 イグニールが殺そうとしてたやつだ。殺せなかったの町。だったら俺が倒す。親父の意志を継いでやる。君にならできるよ。ただし、ああ、僕の作り出した最強の悪魔、END。君も選択を迫られるだろう。
生かすか殺すか選ぶ。僕はこれで失礼するよ。待てよ、意味わかんねえよ。タルタロスは僕に会うためにこんなことをしている。それを僕の方からのこのこ出てきたんじゃ、興ざめというものだろ。僕にたどり着くのは君か ENT か。また会おう。何なんだ。さっきの振動は何だ。フェイスの封印が解け、我々の城が殺してない。だが封印は解けた。別の方法で。貴様らの目的は何だ。はい、全てはゼレフの元に帰るため。かかったな。これは魔法を封じる拘束具、ゼレフの盲信者か。我々はゼレフの愛によって記された書物、書物より生まれし者、ゼレフ書の悪魔。行くぞ。また楽しませて。こなたは人間の通覚を強化するのだ。信じるのはと、信じるものは何でも構わない。だが人間には分かるまい。人間にも信仰はある。大切なのは自分を見失わないこと。歩くのは自分自身だ。はぁ、フォトンスライド。見つけるんだ。分かった、私も行きます。フェイスに命令を出しているところが。
やれやれ、お出ましか。張り切っていきましょう。の方当然の帰結だ。宝箱だな。ナイスメイク、ナイスブリンガー。熱流を召喚、天空戦。ナイスメイク、コンドエクスタイバー。ギヒー、鉄流拳、楽勝だな、ギヒー。よし、降りかかる火の粉を払うのに。
この辺制御室かしら。あの大きい球体、見て、ここエルザが言ってた通りフェイスの、この魔法陣を使ってまた封印できないのか。ダメね、完全にロックされて。あれ、ここには現地での手動操作じゃないと起動できない。これフェイス発動まであと41分、あとたった41分で。どうしようどうしよう、みんなに落ち着きなさい。ハッピー、ここを壊してもダメ。起動も解除も現地のみです。みんなに知らせている時間はないわね。私たちで行きましょう。早くフェイスを止めないと大変なことになるわ。もう大変なことになってるんですよ、お嬢さん方。時間がない、隙を作って脱出しよう。ルーシー、ウェンディ、ナッツ、ウェンディ、時間がない、行って。逃がしませんぞ。行け、ウェンディ。ナッツさん、この小せえのは。ふざけんな、強化のやつ。俺にこんな仕事を押し付けやがって。
譲らぬ。なんとか耐えるのよ。血流奥義召喚天空戦。こんな貴様に暴れていいのか。本当に暴れちまうぞ。俺の呪法は全てのものを切り裂く。よ、天下五剣鬼丸。自動まであと5分。さすがにこんなに近づくとすげえエーテル。だがそのエーテルなのが魔法を滅ぼす。大陸中の魔力を奪い、俺たちの呪法が成功。お前はその前に粉々に砕いてやるよ。この猫は食っていいのかよ。やめて、お願い。いやー、空気、空気、おいしい空気。フェイスのチョコレが混ざって切れないものは。ほんの少しでいいから、夏さんのような力を。滅竜奥義召喚天空戦。
れ、体が、ごめんなさい。方法がないわけじゃん。フェイスは今大量のエーテルナノを吸収してる。そのエネルギーを別の属性に変換できれば、自立。そんなこと、未来、私のフェイスの発動しない未来の余地、うん、いくつも存在する未来の可能性の中から、確か未来の私はここの魔法陣をこうやって動かす。すごい、シャレル本当にすごい。ここまでなの。この先の未来は真っ白、もうないの。どういうこと。誤解しないで、フェイスは止まる。この文字に触れば、触ったらフェイスは自爆する。つまりね、私たちも助からない。私思うんだけど、魔法がなくても生きていけると思う。ダメだよ、みんな戦ってる最中、今急に魔法が使えなくなったら。そうよね、ウェンディ、爆発の範囲が予想、予知もできない。何言ってるのよ、シャル、ダメだよ。お願い、生きて。ダメ、シャルルを一人にはさせない。早く逃げなさいよ、起爆できないじゃない。やだ、私たちはずっと一緒なんだ、ずっと。ウェンディ、もう飛ぶ力も残ってない。わかってる、私だってどこにも行かない。私たちの冒険もここまでだね。でも、ここを触ればいいんだね。一緒にやろう。ずっと一緒だったもんね。また友達になってね。当たり前じゃない。止まったみたいだけど、ここにいる奴ら全員ぶっ飛ばさねえと。バカな奴らですわ。私たちには負けも死もないのです。我々は何度でも蘇るラボがある限り永遠に大切。魔力は消えてない。フェイス計画は失敗したのか。いや、もうや、無理やりに逃げるつもりか。ここはそなたに任せた。妖精を殲滅せよ。言われるまでに。最高の舞台で会えたね、エルザスカレット。ミネルヴァ、我が名はネオミネルヴァ。悪魔として転生したこの力、見せてやろうぞ。
ごめんね。悪魔因子はもともと持ってるの。サタンソウルを使うために。おかげで復活しちゃった。その者は捕まえてませんわ。気をつけて、こいつ人を操る。下がって、フジさん。エルフマンという者にはギルド爆破の命令を出しましたが、教科様の前で私の物語が破れていく。あなたが私の兄弟。この裏に落とし前をつけてもらわないと。テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよね。あなたは私に魂を売りますよ。汚いわ。テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよね。あなたは私に魂を売りますよ。テイクオーバー。力のぶつけ合い。血を枕で効かないの。いいのよね。急げ、急いで復活させろ。あのガキ。ヘゼルさん、今は戦闘中ですよ。しばらくお待ちください。こちらも再生お願いします。あのガキに代償を払っていただかなくては。復活。余計なことを言ってはなりません、ラミさん。それは厄介ね。じゃあまずはここを壊した方がいいってことも。あなたにそれができますか。簡単よ。うわ、何これ。まずテイクオーバー。あなたがここに来るまでにこの触手みたいな悪魔全部支配下にしておいたの。悪魔を吸収する力だから。あなた、お互い様ね。悪魔であるあなたを吸収できれば私の勝ちだと思ったんだけど、私のテイクオーバーもあなたも。メールス、私のリミッターを。自分に命令。何こいつ。我らはゼレフシュの悪魔エーテルス。人間の悪魔もどき、我にかなうと思うな。
マクロを実行できるのは我のみ。エルフの家族のそばに来て。 自分の力を信じる。 敵を八つ裂きにせよ。
サーナとエルフマンがいてくれたからよ。リサーナ、すまなかった。エルフ兄ちゃんが悪いんじゃないよ。それに助けに来てくれ。そうそう、それにこれからエルフマンは私の操り人形だしね。冥王マルドギール様、敵の力は予想以上のもの。フェイス計画は失敗し、エゼルとフランマルスが落とされました。セイラとヘルズコアムか。そんな、ここはもうマスターを。それはできぬ。マスターを蘇らすためには呪力が足りぬ。この魔力を消し去らねば END は復活できんのだよ。その魔力を消すためのフェイス計画が失敗しているのです。見えてないな。対局が見えておらんぞ、強化。それは点だ。マルドギールは完全なる策略家。何の問題も。おっしゃっている。強化。ゼレフ署の悪魔エーテリアス。目的は？マスター END の復活とゼレフの元に帰ること。人間とは？虫以下の存在です。貴様は人間を捕らえて遊んでいたな。マルドギールは不快に思う。虫けら以下の生物で遊ぶ部下の姿を。心得ました、ご教授。人間どもめ。アレグリア、侵食、生贄、死と再生、絶望と希望。愚かな種族だ。このキューブ自体が巨大な監獄なのだ。プルトグリムの体内という名のだ。アレグリアを逃れた者が一人だけいるだろう。確率にして約10億分の1。なんたる強運。何これ。タルタロスの召喚。アレグリアにより侵入者どもは一掃した。フェイス計画は予定ど。侵入者を一掃。それに。だがどういうわけか、アレグリアを逃れた人間、その人間を。なんかよくわからないけど、みんな無事。